ですが、今回ね、餃子を焼く機械を出すために結構回しました。ダブっている色もありそうなので、まずね、ダブリから開けようかな。これで出てると思うんです。それでは一つ目いきます。一つ目、今回のラインナップが私が見た限りね、そんなに前回と変わりはないような。ラーメンを作る機械とこの今回狙ってる餃子の機械が新しかった。オープン。これは前回出たやつだ。旗がね、取れてしまったガチャですね。業務用厨房機器マスコット中華編、全5種類。炒め機 A、炒め機 B。このあたりは前回と一緒かな。ただ、炒め機 B にはお玉みたいなものがついてて、よりいいですね。前回はね、A だった。もう旗あげて、みたいな。赤あげてか。餃子焼き機 A。これが欲しいんです。餃子焼き機の A か B。そして、この茹で麺機。これもすごい、お玉みたいなものが3つついてますね。パン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 って麺やるやつ。いや、欲しいな。茹で麺機もいいな。これは、炒め機の A。あー、A だ。これはね、持ってます、今回。あ、でもちょっとこの、炒める部分が、やっぱり違いますね。前回ね、こっち、こんな風に穴が開いてなかったです。より炒めやすくなっていると。いうことですね。まず一つ目、炒め機 A ゲットしました。ここのお鍋は取り外すことができます。超便利。ということでこちらも A ですね。すごい、ちょっと中華レストランできちゃうじゃん。うん、 A ですね。続きまして、二つ目いきます。二つ目、さあ、青色のカプセルも二つと、何が2個当たったのか。オープン。ブー炒め機の呪い。ということはこれが B とお玉の方ですね。いやー、ちょっと炒め機こんなにいらないよもうこれは来年あたりに視聴者様プレゼントですね。今ね、いろいろガチャ溜まってるんで、しばらくお待ちください。来年かな。ちょっと今年はもう年末になっちゃうんで、来年ですかね。炒めやすいのかな、やっぱここがついてるだけで。これ一応動くんですよ、こう旗もうちょっとこうゆらゆら揺れなかったかな、前回。ここでこう動くのか。4個もあるよ。全5種類ということは、あ、1個揃ってないんだ。で、これが炒め機の B ということです。いやー、ここまで被るかい。この鍋はね、いろいろ使えそうですよね。同じ種類こうしとこうか。続きまして、種類的に三つ目いきます。三つ目、餃子焼き器が A と B あるみたいなんで、どっちの方がいいかな。私が持ってるガチャガチャのね、餃子が結構大きいんですよ。オープン。えいっ。おお、これちょっとでかい方じゃない。餃子焼き器の A じゃないかな。いや、どっちも一緒か。なんか似てるなどっちも外観は一緒ですね。どうしようか。焼きやすくて今日やってみたいことができそうな方がいいな。開けてみよう。開けるまでわかんないんだこれ。オープン。あー、広い。 A だ。餃子焼き器の A ゲットです。なんかちょっと曲がってないか、大丈夫かな。そんなことない。あ、あれ、え、外れた外れた外れた、やばい。どうしよう。グッていけない。なんかちょっと壊れかけてます。ちょっとね、こっちが行くのかなって思いきや、もうこれで、はい、はまってるんで、ちょっとこうなっちゃってますね。うん、最大こうだ。ちょっと合わない。怖いな、ちょっと気をつけますはい、こんな感じです。はまってるんだけど、ちょっとね、折れた。嘘でしょ。折れたよ、今ので。ちょっと嘘だろ。折れた。どうしよう。やだー、こんなに頑張って集めたのになんかね、この下の方に、こっちはね、クッとはまってるんですけど、こっち側がね、これ以上はまらなくなってるんですよ。そうこうしているうちに上がもげてしまったと。秒でちょっと破壊してしまいました。はい、気を取り直して4つ目いきます。4つ目、いやー、
食オープン。おーすごーい、何これは。ラーメン作りたいな、面白そうですねこれ。ゆで麺器、どうなってんのこれ、面白そう。あーよくラーメン屋さんで見るやつじゃないかな。憧れの。テボは取り外しできますってか、テボ、これテボっていうのか。あ、あれ、でこれですよ、これ。パンパンパン、ここでこうやって、いやいいなこれ、家に欲しいですねこれ。で茹でたなと思ったら湯を切ると。めっちゃいいじゃんこれ。はい、ということで無事、ちょっと無事じゃないんですけど、一応欲しいガチャガチャが今回手に入ったということで、以前の動画で炒め器を使ってチャーハンと天ぷらをね、揚げたことがあります。揚げた風に見えるようにしました。過去動画2本あるので、ぜひそちらもチェックしてみてください。今回は見たことがないこの辺りのガチャガチャを使って何か面白い DIY ができたらいいなって思っています。こちらのゆで麺器を実際に使ってみたいと思います。ここは動かないんだ。鍋は取り外せます。すごい、ここだけ洗うことができます。じゃあここの中にお湯を入れたいです。本当のお湯を入れます。 5! このくらいかな。うお、わかるかな、湯気。わー、あったかい、あったかいです。これをここに、これがちょっとはまると危ないんで、こうか、あー、こうだね。こうして麺を茹でると。こちら以前ガチャガチャでゲットしたラーメンスライムの麺です。実際にこちらを茹でましょう。 OK、 入った、麺入った。おー暴れている。さあ茹でます。えい、おーどうだ、あったかい、すごくあったかい。ここからですよ、取り出して振らなきゃいけない。これ超便利だ。もう大丈夫かな。あ、ここだよ。あー、はまったはまった。やばい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 。そして、熱い。よし、湯切りできました。ここに、あらかじめスライムを作っておきました。麺のスープということで、豚骨味っぽい色にしてみました。どうする、こんなに。こんなに作っちゃって。スープが入りすぎなんだな。ちぎれるスープ。で、ここに麺、さっきのあれどこ行った、茹でたやつ。こちらの麺を入れると。本当はこうヒュッといくんですよね。オッケーオッケーオッケー。すごい。こんなラーメン屋さん嫌じゃない。こんなね、ゲシゲシやるラーメン屋さん。すごい息がいいんで、うちのラーメンの麺は。そして、お弁当のバランをネギに見立ててカットしてみました。ちょ、ネギでかいな。一蘭。一蘭のラーメン。完成しました！ラーメンスライムです！いよいよ、本題に行きたいと思います。安全な方法で前回も揚げ物を揚げたんですが、今回は焼く。焼くということは、こう焼いているように煙が出なきゃいけないじゃないですか。煙。でまず、こちらのガチャガチャの冷凍食品の餃子を今日は焼いていきたいと思います。1パックね、4個入りで2つ空いています。中身がどうなっているかというと、このような感じです。ちょっと若干もう焼いてあります。焼かれてました。こちらを今日は焼きましょう。今回 DIY に使っていくとっておきのアイテムを紹介したいと思います。こちらです。超入手困難な妖怪煙。今はもう生産中止になってしまって買えないんですよね。あるとすれば Amazon などの通販サイトか駄菓子屋さんに在庫があるかないかですね。これは駄菓子屋さんで購入しました。50枚入ってるみたい。この50枚セットで500円でした。この妖怪煙のカードを使ってここを改造していきたいんですよ。餃子を置いた時にこう煙が出るような感じに今日は改造していきたいなって思います。こう取ればいいのかな。おお、1枚取れました。ナンバー10。ナンバー10ってことはこれいろんなシリーズがあったのかな。カード煙。指先に薬を塗ってつけたり離したりすると不思議な煙が出ます。 What? What? 指先に薬、
すごいツルツルなんだけど、薬なんかある？ここ。あ、マジーさん、いい加減にしてよ。これ、すっごいツルツルだったもんね、ここ。でしょうね。で、妖怪煙を使わないパターンでの煙の方法も実験してみたんだけど、それは出なかったので、やはりこのカード、今日は買ってきました。布マットの上で申し訳ないんですが、ちょっと家に黒いシートがなかったので、急遽こちらで煙が見えづらいと思うので、こう。おー、出てる出てる、きたー、これこれですよ、よかったー。これをなんとか餃子から出したいんですね。ブワーってめっちゃ焼いてるっていう感じで、あー、これだったらいい。もうここに餃子があったら最高ですね。すごい、あ、めっちゃ出てきた。さあ、餃子を置いていきます。はみ出る。あれ、ちょっと待って、1個しか焼けないんじゃない？これ。ギリ2個いけるか？一応ね、2個入るかなっていう。羽をつけたいので、ほんの少し。餃子といえば、羽、水を入れましょう。これもちょっとね、試したいことがあるので。人間の肌じゃないので、水分がないとね、煙って出ないらしいんですよ。さあ、焼きます。つかめない。つかめない、つかめない。今のところ、出る気配はないですね。妖怪煙についているネバネバの薬をこの餃子の裏に塗ってみたんですが、ここにちょっと残っているんですけど、これでは出ないですね。何かもうちょっとこういう摩擦のようなものがいると思うから、両面テープを試したいと思います。餃子の裏に両面テープを貼ってみる。両面テープを裏に貼ってみました。この状態で摩擦だから、これで摩擦が起きれば勝ちですね。お、ちょっと出てないかな、かすかに。すごい擦ってます。で、両面テープをつける前に、あらかじめ手でこのような感じで粘着部分をちょっと盛り上げるというか、盛り上げておいて、ここにもさらに妖怪煙の薬を塗って両面テープを貼ってみました。ベッタベタになってます。じゃないとやっぱ手ほど出ないですね、煙が。で、やっぱりね、すぐこう粘着が弱まってしまうので、もう今の段階だとね、こう出なくなっちゃうので、薬を追加する感じです。難しい。しかもこれカメラとか、もういろんなところになんか白い、なんて言うんだろう、繊維みたいなのが飛んでる。今日は餃子を焼くというか、まあ叩く、こする感じになったんですが、今回はガチャガチャの業務用厨房機マスコットで餃子を焼いてみた結果、なんとか成功かなと。多分煙映ってると思います。皆さんもぜひ遊んでみてください。本日もご視聴ありがとうございました。アジン TV の LINE 公式アカウントでは限定動画を投稿しています。友達追加よろしくお願いします。